最強の村人5番です。まあ僕がね最強の村なんで、村人がね俺についていけば勝てると思ってるんで、ついていってくださいということですね。はい、ちょっと7、8、9が白い、もう5番さんを今日釣りで、5番さんを今日釣りで、6番、4番が時点で自分怪しんでるって感じですね。ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね、久々に新規を入れます。気合入れていこうかなって思ってます。基本的な進行はほぼほぼ今まで通りで変わらないのかなと思いますね。占い師さんが何人出るのか、平和村なのか、2人なのか、はてばつ3人なのか、そういうとこ言い間違い、あ、自分の何考え方のを言っとくと、言い間違いをすぐ訂正する人は別に 黒要素、それが黒要素とは思ってないし、結構僕盤面発言センサーのゲームっていう人もかなり多いと思うんですけど、僕盤面ってかなり重要だと思ってます。盤面考察もかなり入れてくかなって感じです。5番のプレイヤーが発言します。はい、最強の村人5番です。はい、4番さんについて触れるんですけど、もうちょっと進行論を述べてほしかったかな。はい、役職については俺全然僕でお願いします。はい、最終日になって役職が釣られたか打てるかどうかっていうのを話したらいいし、真の占いはきちんと黒打てるので、黒打ったり白打てるので、まあ、役職は釣られないように頑張ってくださいと、はい、いうことですかね。はい、まあ僕がね最強の村なんで、村人がね俺についていけば勝てると思ってるんで、ついていってくださいということですね。はい、で、これって例えば釣られた人の色が見れないので、これって教授の動きがめちゃくちゃ重要で、人狼が占いで出るよりも教授が占いで出る方が確率高いんですよね。囲いが起きなければ、囲いが起きてない線は3、4になる場面が多いので、はい、場面を、きっちり、見ていきたいと思います。はい、では6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、4番さんに関してはまあ別にね、はい、何とも思わなかったですね。誰でも言えることをね言ってるんで、まあ4号で精査した時に僕は5ずりでいいんじゃないかなと思ってて、理由は5番って強靭なのかなって思いましたよ。5番さんはなんか最強の村人ですとか言ってますし、なおかつ最後なんか強靭の動きが大切になってくるとか言ってたんですけど、だからみたいな、何その強靭の動きが大切になってくるって。で、強靭に対してなんかね言ってるから、それは強靭アピールなんじゃないかなと。村人って透かしてますし、ゴズレでいいんじゃないかなって思いました。まあわかんないですけどね、2周目聞かないと何とも言えないけれど、4番に関してもさっき言ったみたいにね、2周目なんで、まあ4号で比べたら5の方がね、不必要な情報を落とそうとしてるんで、ゴズレでいいと思います。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番キムです。よろしくお願いいたします。特に資料とはございません。まあ、6番さんの5番さんに対しての引っかかりは分からんじゃないかなと思ってる。7番は5番の発言からどちらかといえば狼やなと思ってるよ。5番が人外やったらどちらかといえば狼だなと思ってる。 3-4 になる懸念があるよ。5番がもし強靭やったら 3-4 になるって、新狼狼でそこ釣り切ろうぜって話になると思うから、あんまり5番が強靭でそれを言ってるよりは肝心かなと思ってるから。4号で比較したらって言ったけど、俺4号両方ともあんまり印象悪いかなと思ったよ。4番に関しては自身の思考開示の中で、言い間違いをすぐ訂正した人が黒くならない、どうたらこうたらって言ったけど、いや言い間違いは普通に訂正するくないかみんなと思っとったっけ。この人がどういう観点でお話をされてるのか全然わかんねえなと思いながら聞いてましたね。はい、間違えて言い間違えたけど、自分がそういったのを訂正したらちゃんと白く見てねって思ってほしいのかなと思ってますけど、ね。はい、8番のプレイヤーが発言します。そっちなんだ。いやだから4番さんって村だったらちゃんと訂正して、別に自分で間違ったって気づいてすぐ直せばそこは別に怪しいとは思わないよって言ってるから、4番自身がそれをっていうふうには俺の思考ではならなかったかなって思ってるけど、だから人外ってなんか
間違えちゃったけど、いや、俺言ってねえから、みたいな感じで言ってくる可能性があるから、だから4番さんは村だったら素直に訂正しようねって話してるんじゃないの。なんか、7番って4番のこと殺したいのかなって思っちゃいましたけどね。まあでも5番さんへの指摘は良かったと思って、まあ盤面次第ですけど5番つっていいかなって思ってますね。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。CEO ありません。4番さんに関しては完全にフィーリングになっちゃうんですけど、めちゃくちゃなんか慎重に言葉を選びながら喋っているなっていう感じだったので、あんま印象は良くないですね。4番さんに関しては7番さんの言う通り、京目っていうよりも狼、狂人に仕事しろよって訴えかけているような感覚は受けた。6番さんの5番さんに対して狂人なんじゃないかっていう精査は分からなかったが、でも6番さんが5番さんにとったその素村を透かしたからっていうのはその通りだと思うので、まあ盤面次第でが5番さん釣り1かなと思っています。はい、まあ、一番白いなと思ったのは7番さんですね。1番さんに関しては、まあ、最終的に釣り隊長を上げていたので、まあ、今のところ1回置いといていいかなって感じです。はい、そんな感じ以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分は789が白いと思う。7番さんに関しては4番さん怪しんでるとこもいいと思う。自分4番さんってそこまで白いとは思わなかったから、7番さん4番怪しむ視点いいし、8番さん割る5番さん一本釣りして印象がいい。まあ、9番さんも便乗だけど5番さん釣りをして7番さん白く見てる視点がすごくいい。で、6番さんが最初に5を釣りをしたんだけど、その釣りをしたとこは印象いいんだけど、なんか他にも行こうとしてた感があるよね。逆に8番さんって5番さん一本釣りでよかったの。6番さんってなんか5番さん狂人と見て、下手すれば5番さんの狂人残して他から行こうとしてた感もあったんで、6番さんが怪しいから、ちょっと789が白い、もう5番さんを今日釣りで、6番、4番が時点で自分怪しんでるって感じですね。6番さんはなんで5番さんから行こう、以外から行こうとしたのか、ちょっと2周目聞きたい。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。よろしくお願いします。そうですね、4番さんが言ってたのは、まあ、8番さんが言った通りかなって思ってて、まあ、自身の発言内で、言い間違いを訂正した場合は、別に来る要素ではないっていう、そのまんま、間違えたまんま終わってしまった場合はっていう場合ことだから、まあ、それに指摘した7番さんはそこまで白くないなって思ってますけどね、僕は。1番さんが言うように、そこまで白くはない。から、17に関しては微妙って感じ。ただ5番さんずれは免れないかなって思ってはいますけど、ただこん僕、5番さんがばんは。素村使用したとは全く思ってなくて、2週お目占客いさしんようゲでスもトあするりのかがなぐとらいにしか思ってないんですけど。その最強の村人陣営っていうことを言ってると思うから、6級とかの指摘はあんまりよろしくないなって思ってて、今んとこ釣りたくないなって思ってるのは8番さん。よっぽど2週目くるくならない限り8には名をかけたくないなって思ってます。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分がないしです。何でもしろ、9番さん、9番さんに指導です。お願いします。そうです。まあ、役に関しては、どうだろうね。まあ、任せますけど。まあ、まず、平和村になったら新見オープンしてくれて、まあ、日曜になったらまあ任せますが。はい。最初はまあもちろん潜伏してください。でね、まあ、普通に、5番釣りは、役が、もし、僕がもし近くして、役が出なかったら、もう5番釣りはまあ免れないかなと思ってますけど。あとね、7の4への指摘って僕そこまでいいと思わなかったんですよ。はい。だから、なんだろう。そこが一番がいいっていうのは違和感って思ってますよ。はい。で、2番は5番が攻め出しをしてないと思ってるって言ってますけど、5番はがっつりしてましたね。で、6番が5番への狂人だと思うという説は別に違和感なかったで4す。番のプレイヤーが発言します。はは、やらかしや。なんと 3が占いで9白で、9番が占いで7白、潜伏、タリアン、白。5番から釣りますね。素振らって言ってましたよ。2番さん、
サバさんの言うことがクリティカルすぎて。で、キム、キム、どうでしょう。いやー、もうめんどくさいなって思ってます。もう脳死、決めました。脳死です。なぜならば、僕、もうこの辺でこういうゲームって思うんですけど、例えば3人になって、今回、そっか、霊能いないので別に色見れるわけじゃないから、こそさらに直しで、この人が死んだったら、あの人が死んだったら、もう考えててもキリがないので、二人が釣れるっていうメリットで、直しで釣りましょう。593。で、最強のスムラですって言ってた。5番さんなら釣っちゃっていいかなって思ってます。もちろん釣り切るんで、氷村で固めないと意味ないんでね、5番でお願いします。5番のプレイヤーが発言します。はい、まず僕はスムラとは言ってません。村人と言ってます。はい、潜伏強なんでね。これね、三老九強でしょ。9番さん助けに来たのは残念でした。僕が占い師なんです。はい、村人目線どう見えてますか？僕が人狼で釣られないために出てきたと思いますか？僕が最初から狂人であれば、最初から八色だったり、御神に、なんていうかな、かっこいいを起こすムーブをします。狂人であれば。はい。そういうことです。はい。三郎、硬いです。九は釣らなくていいと思ってるし、三目線はどう見る、三目線は俺がローですよね。はい。これ勝てると思ってますよ。はい。九番様はどうせ、釣らなくてもどうせ白しか打ちません、この人は。はい。どうせ狂人なんで。3級で、ローローでわざわざそういうムーブを取らないと思ってるんで、普通に3釣りで OK です。はい、3番さん潜伏してから9番さんの1、2周目、3番さんが芯取りたかったら潜伏して、4番さん位置で出て、あ、9番さんが強靭ですって分かりやすく言えばいいのに、なんで1周目から出たんですか？はい。僕ヘイト頼みますけど大丈夫ですよ。僕黒見つける気満々なんで3釣りして。言っときますよ、村人目線。9番さんは絶対白しか打てないんで。あなた狂人なんで、おそらくね。9番がローでわざわざ囲い動きてる盤面から出ることがないから、3番さんロー、囲い動きて長いと思って9番さんが、ご主人どこだって言って適当に出した9番さん今日って、俺の視点ね。はい、村人目線、しっかり、考察してください。これ3ずり1本です。6番のプレイヤーが発言します。まあ、5番はあの村人って言ってたんで、あの村人もスムラも一緒なんで、その時点で役内の使っしょいって占いっていうのはおかしいと思ってるし、五郎三強九神かなと思いました。あの1番さんに叩かれたんですけど、僕別に5番を釣りたくないなんて一言も言ってないですよ。5番は強靭アピールしてんのかなって思ったから、単純にね思ったからそれを言っただけなんで、なんか1番さん不当になってくるなと思ったんですけど、五郎起点で1番って5釣りをしてたからすごいね。なんなら5釣りをしてる人たちを白いとまで言ってるから、まあ1号はないんじゃないかなと思ってて、まあ2番じゃないですかこれ。明日あの2番って5番さん占い師じゃないんかなって言って逃げ道を作ってるように見えたんですよ。あの流れって何があっても5釣りだったから、逃げ道を作った人物なんじゃないかなって思いましたね、単純にね。4番さんは2号ローローなんじゃないですかこれ。はい、まあ、今日は5しかいかないです。5番さんあの3のこと人狼で思ってて、旧狂人で見てるんだったら、3ロー軸でどことつながるかっていうのをちゃんと考察しないといけないと思いました。まあ最初の発言で強アピしてるんかなと思って、でも5強だった時って3ロー確定するんですよね。5強の時って3ロー確定してるけど、5番って3をひたすら釣りをしてるから、まあ5強はなくて5ローなんじゃないかなって思いますね。まあ5神はもう花から追ってないんで、はい、やる意味が分かんないんで、さすがにね、村ですって言っといて、まあね、村人ですって言っといて、占いでしたっていうのはちょっとね、そりゃ世間は許しちゃくれませんよみたいなね感じで、2番じゃないですか、逃げ道を作った、はい、だと思いますけどね、現状はね。はいって感じですね。まあ今日は5番引きます。まあ九神だと思うけど普通に。7番のプレイヤーが発言します。はい、あの3号のランでいいと思うかな。だから9番で1個だけ気になる点があるのであれば、9番は7番に対していい印象がいいって言ったけども、まあそれは9番は7番に白が出て入れたらそうなるんだろうなと思ってるけど、あの9番はそれだったら8番が7番のことを一番怪しいって言っているから、8番に対してなんで目線が向かないのかなってのが気になったから、9番が芯が追えないっていう部分があるんだったらそこだけかなと思ってる。
5番に関しては、自身が村人で 3CO になった盤面かを想定している人物だけ、 3CO になった盤面かを見ようとしている人物だから、分かるかな、地震が出てきて 3CO になるかもしれないっていう懸念を持っている人物じゃなくて、 3CO になるかどうかを遠目から見てる人物の発言だと思ってるから、5番には全く新芽がないなと思ってるし、これ6番が言ったけども、3番を狼熟慮君やったらじゃあどこっていうのを残すべきやと思う。3番に関してはずっと、対抗が出てくる懸念しかなかったなと思ってる。3番がもし死ぬのであれば、普通にこの後じゃあ、あれ、なんだっけ、出てきてくれ、役職出てきて占い師狭めてくれ、その後に出てきた対抗もし出てくるんやったら、じゃあもうそいつの死を切ってくれぐらい言ってよかったんじゃないと思ってる。なんでそもそもが対抗が出てくる前提でしか物事を話してないんだって思ってるし、一切平和村の話もしていたが、平和村になるっていう想定ができていない人物やと思ってるから、3番めちゃくちゃ偽っぽいなと思いながら話しかけた。それで6番としては2番かなと思っとうよ。これ時間ないか、また後で言うか。8番のプレイヤーが発言します。なるほどはい、追加ありがとうございます。まあ、気になってるのが1番と2番で、その1番さんが言った6番さんのなんか5番以外から釣り位置を探してるっていうのは僕はそうは思わなかったかなっていうのと、あとなんだっけな、ああそうそう、1番さんが4番は白くはないって言って7番が4殴ってるからいいみたいな、なんか別になんか誰か4番白いって言ってたっけ。6番、あと6番、5番は分かんないけど、6番って4号を比較したときに5番が印象悪いって多分言い方してたと思うから、5番がどうだったか覚えてないけど、4番が白いみたいなこと言ってた人間っていたのかなっていうふうに思って、そこは疑問だったかな。で、2番で気になってるのが、なんだっけ、5番に対してなんか6番も言ってたけど、なんか5番を釣り位置から外そうとしているみたいな感じしてて、で、なんか8番のことを7番への指摘が印象良かったっていう、8の7への指摘が印象良かった、6番とあと誰かが5番釣りをしてるか印象悪いって言ったけど、俺も5番釣りをしてるんで、それ1番の発言聞いてたら分かることかなと思ってるんで、なんかそれらを交えてなんで8番が印象良くなったのかっていうのが疑問だったなって思ってますね。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、対抗の打ち明けに関しては、3がエンドポジで誰も出ていないことから仕事しないとと思ってきた狂人、5番に関しては釣り位置に上がり、もう占いに逃げるしかなかった狼だと思っている。で、5番ロージックで引っ張ってきた場合、2番さんが5番さんに対して、別に素村を透かしたわけじゃないんじゃないかっていう、それまでの村の意見と真逆なことを言っているか、あまりに2号だった場合、それって目立ちすぎる行為だから、一旦ちょっと怪しい位置ではあるが、純粋にそう思った人なのかなっていう思考になっています。で、初週の発言を思い出すんだけど、5番さんは4番さんに対して4番さんに触れておくけど、もうちょっと進行論行った方がいいんじゃないっていう、なんかね、キャバ嬢のボディタッチぐらいの軽い触りで終わらしてる。で、それで、まあ、4号も見えなくもない。で、6番さんが5番さんに対して明らかに5番さんの狼に見えるような発言を拾って5番を狂気したところが5、6にも見えるから、5、4か5、6は全然あるかなと思って、そんな感じですか。はい、まあ、3番さん視点で僕は狂人ですよね、だったら3番さんの票も5番さんに言ってくれると思いますので、今日は5番投票します。生さんに朝しとくとね、あんまり透かしすぎるとちょっとバレるかなと思って、そこは軽く流しときましたけど、まあ、じゃないですか、この場面になったんで考察しやすくなりました。以上です。1番のプレイヤーが発言します。みんなメモってほしいんだけど、6と7が急進ね。6と7が急進。俺も急進で見ても白もらって、陣外で出る必要がないんで、俺は急進で見てます。とりあえず6、7、1が急進。で、4番さんと8番さんが占い審議つけてない。2番さんちょっと占い審議つけて。
俺はちょっと潜伏過激派の意見からすると、潜伏してないのは人外一番多いんで、3番さんが潜伏しないメリットがないです。なので3番さんから行こうかなと思って、で5番さん強人だと思ってて、もう5番さんって役内の透かしてたんよね。それって狼じゃなくて、もう狼って初日から釣られるから、この役職内の透かした俺だから5は強人と見てるんよ。で2番さんがその 5を強人と見てないっていうか、あんまりかばう行動があったよね。だから俺2が人狼だと思うんだよね。みんなと視点が違うから、6から1まで全員5をほぼ釣りをしたの、2番さんだけみんなと意見が違ったから、俺は2、3人狼の5強で見てるかな。まあどっちから釣ってもいいんだけど、俺は5番さんの役内の透かしは俺強人だと思ってるから、まあ、自分はみんなと意見違うから3番さんから行くね。とりあえず2番さん、占いどこ新目で見てるかちょっと言ってほしい。あの、6、7、1は9新目で見てます。8と4は占い審議つけてない。これが情報になるんで、2番さんちょっと占い審議をお願いします。2番のプレイヤーが発言します。あ、はいはいはい。僕の占い審議はですね、新目がある順番に言うと、9、5、3。9、5、3。3の締めが一番ないと思ってます、はい。で9番さんが強人だった場合は平和村で囲われて、潜伏する方が圧倒的に強い盤面なんで、出てくる必要がない。人狼だった場合は3が下がってからの使用で構わないと思ってる、うん。だから、あれやね急進に見える。で、まあ6番さん8番さんあたりかな、あ、まあ1番さんもか言ってたけど、まあ、人狼ゲームをやる上で大切な意識のすり合わせというものをね、ここが村人だったらそのケアとしてしておきたいと思ってて、村人っていうのは、スムラ、カリウド、あ、カリウド、騎士、ハンター、占い師が村人ですよね。違うんですかって思ってるんで、別にそれがスムラしようとは思わないですね。まあそうやね、まあ、圧倒的にグレーで黒いのは4番さんなんやけど、スムラっては言ってないから。で6番さんに関しては、まあ、その点ちょっとなんだろう、スムラと変わらないっていう受け取り方の違いはあるんだけど、まあ、1周目の5番さんがもし占い師じゃない場合っていうのは、僕も、不必要なことしか言ってないと思うので、その指摘っていう白要素っていう、ね、あのアドバンテージがあるんで、まあ置いとこうかなって感じで。で、そうですね、7の1周目、4への指摘じゃなくて、5への指摘ですかね、その強人よりか人道があるっていう指摘の方が強い。3人の5強っぽいな。のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。9強人の5どうですね。はい、9はなんか強人で出てくる必要がないとか言ってますけど、普通に、あの、仕事し、みんなが仕事しないんで出てきた強人ですね。はい。あの、なんかたまにいるんですよね、シールもらってるから出る意味ないだろうって。それって別にその人の考え方だから別にどうでもよくねえと思ってますけど、まあ、とにかく急表示の行動なんで5番いってほしくて、5番の偽っていうのは、まあ、みんなさんもちゃんと分かってくれてると思ってて、9番表示なんで。でグレーで気になったのは1番さんで、1番さんちょっとあの残りの30秒ぐらいなんか僕プツって切れて、なんかロージングっていう、なんか、なんていうの、まあ、そういうのが出てきて、ちょ、プツって切れちゃったんで、最後の方聞こえてないですけど、ジョナさんが何、僕が潜伏しなかったから新規でっていうのは、なんかおかしいなって思ってますけど、僕がこの位置で潜伏しようがしまいかって話だなって、素直に思ってるんで、グレーの中最高度1番だなって思って、そこ2番さ、気にならなかったのかなと思ってますね。はい。ぐらいかな。ごつり、近みか、ごつり、2番のは、まあ、そういう言葉の受け取り方の違いだと思ってるから、僕はあんま、と、2周目の話聞いたらどうとも思ってないって感じ。一番占いたいと思ってますよ。はい。黒目って言います。5番、1番労働じゃないですか。で僕、すり押しちゃうんで。全プレイヤーの発言が主。その疑いにはどんな根拠がある？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。
圧倒的にグレー考察をしていない5番さんよりも、僕がしっかり LINE まで提示したのに僕が使われるっていうのはちょっと心外かなと思ってますね。はい、ちょっと投票見よう。5番に行ってるのは6739。67、4、2、3で言ってんの3、か。9。9番は強靭で、67が、じゃあ67無駄か。67これ無駄じゃね。67村で、僕に地点の中に陣がいるでしょ。5番確定陣道で、1248。この中にいると思ってて、やっぱりね、1番さんだと思うんですよ。さっきの発言からね。あれシンプルにおかしくね。潜伏しなかったからって、1考えてますって思ってますね。はい。ダスール1番、51陣道で僕釣りを。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやー、これ9か俺噛まれるんじゃないかなと思うんだけどね。9か俺か7。9か917の3択で噛まれると思う。夜が明けました。昨夜は1ええー、名の方が亡くなりました。三上。4番のプレイヤーが発言します。六黒。はい、電話かかってきました。聞こえますかね？聞こえますかね？あ、OK です。四電話。か、ここのゲーれ。ムってもう LINE とか電話がすごいんですよね。3番さん偽物だと思う。誰かが言ってたけど、確かに。3が9しろって言って、で、9が、もし3が強靭だったら囲われてて出てくる可能性は低い。だから3番さん狼、9強靭、強心。95の番さん自ら言ってたのかな。9俺それま8で脳死で5白。番って言ってたんだけど、5番さんの話聞いてから、あ、5番さん死んだなと思って、確かに2番さん、この流れだと組まれたっぽいんだけど、2番さんが言ってた、別に村人陣営、要は村人だから別にその後言って、確かにね、思ってるけど、まあ、なんか揚げ足取りみたいな感じになっちゃうんだけど、まあ、うまいことやったの、最強の村人です。占い師なんか、ぽいなって普通に思っちゃって、3番釣りました。今日9番釣ります。あ、占い先とかチャット見えてませんけど、大丈夫です。占いしか行かない。5番のプレイヤーが発言します。黒見つけちゃった。6番さん、色見えすぎ。はい。36でしょ、36。9番さんが出てくることないから、9番強って見てますよ。9番さん言ったの？ああ、え、白しか打てねえよって、あなた。ね、9番さん。じゃあ僕、人狼としておいて、どこが人狼なんですか？教えてください。はい。え、9番さん。もしかしたら5、6の囲いもあるかもしれないですよ。はい、ハンターいるのに僕黒を打ってます。僕が真の占い師で、はい、バチコリ投げてきましたよね。はい、で、俺がローだとしても2番さん、1番さんって怪しんでましたよね。はい、潜伏強、これが強いんだよな。わかる？村人目線。ね、狩人も。じゃあ、村人目線考えてください。最後に、まあ、俺行って9番釣って、で、6番釣ったら勝てるんで。ね。本音を言えば、今日6釣ったら勝てると思ってます。はい、3ローで。加工が起きなくてやべえと思って9に適当打ったら9番さんが出てきて焦って、はい、6番のプレイヤーが発言します。なんか6の偽要素とか言ってもらわないと言いようがないんですけど、まあ、3でもいいかなと思いますよ。でも5番って絶対芯切れるなと思ったから、俺目線っていうのは、まあ、3級が心境っていうのがあって、3芯だった時だいぶきつくて、まあ、9芯だったのはいいんですけど、まあ、9芯だと思うからね、さすがに。なんか言ってますけど、僕って昨日の発言で2番が1番グレーで怪しいって言ってるんですよ。僕が人狼だったら2なんて構わないですよ。2なんて黒塗りできるんだから、僕が人狼だったらね。そんな生きづらい世の中にしないんで、僕。はい。どうなんだろうね。なんか3番でも 3番でも強靭に見えたな、遺言なんか適当にやってるのが。5ローか。4、5、4、5、1。9、まあそうだろうね。4、5じゃないな。まあ1番もね、手のひら返しがすごかったなと思ってて、
初週の段階で6番は5をちゃんと釣り押してない、他を釣ろうとしてるから6番が怪しいって言っといて、2週目の段階で1週目で6、7、8、9、1はみんな5を釣り押してたよねって言ってて、それに対するアン数がなかったんで、1番さん1番もちょっとね、若干怪しいかなと思ったんですけど、はい、あ、3ローとかも全然あるのか。でも1、3だったら3釣り押さないよな。あ、ちょっとあんまよくわかんないんですけど、まあでも5番さんね、すごい、逆持ってない俺に苦労するのは単純に強いと思いました。はい。ご用なんじゃないですか、賞味。まあでも1もあると思ってるけど。はい。まあ9番さん頑張ってください。7番のプレイヤーが発言します。まあ苦味が起こってることから多分5番、4番オオカミ、3番狂人、9番神かなと思ったけど。4番に対して一番怪しい視点を持っている人物って2番でしかなかったと思う件が、あとこれ言う時間がなくなったって言ったけど、8番2番が取った精査の方がおかしいよ。4番がそうやって、それを精査の対象にするって言ったけど、そもそも言い間違いなんて無駄であっても人外だっても言ってしまったら言い直しはするやろ。だからそれを精査の中で黒く見ないよっていうのを言うのがおかしい。それを白っぽく撮ってる2番8番が1周目マジで黒く見えた。はい、いやもう本当に人外でも村でもそれは絶対にするやろ、言い間違いしたら。なんでそれが要素になってんのと思ったけど、あ、5番釣るよ、5番しか釣らんよ5番は、3番のことを狼だと置いて6番を釣ったら終わ、多分終わりますよって言ったけど、そもそも、5番は6番を見つけているから6番と9番を釣ったら 100% 終わるから6番を釣ったら終わりますよ、多分っていうのもおかしいよ。あと、誰だっけ？ 5 番が狂人だと思うな、の精査の中で。狂人はないよ。5番が狂人だったら3番の黒が透けてる盤面から、5番って3番を狼やつって釣りに行っとるけん、5番は人外から狼でしかないと思っとうけど。はい。俺5番、4番じゃないかなと思っとうけど。それぐらいじゃない？はい。8番のプレイヤーが発言します。あんまわかんないんだよな、54って言ってんのが。6番が54って言ってる意味はあんまわかんないしな。なんでそんなに54なんだ。だからあんま、7番さんは4番のその最初の話がおかしくて、2番が噛まれてて、9、5、3の順で死んで見てて、2番が4番。ああ、分かった。そういうのは分かった。はいはいはい。6番に関しては分からん。何を、なんか1番さんもふわふわしてるみたいなことを言ってたよね、6番さんって。あ、手のひら返しがすごいって言ったんだっけ。なんで4号になったのか分かんないかな。分かんない。分かんない。今日はまあ5番つって、9番さんに、まあ、わからん。5番狂人の6番黒誤爆とか、5、6かっこいいとかもあるかもしれないけど、1、4、占ってもらっていい？9番のプレイヤーが発言します。はい、8番さんを占った理由は、客観視点に立った時に3番さんのあの発言で3番さんの真意を追う人はいないと思っているんで、まあ、ただ、じゃあ、9を真だとみんなね、ちゃんと見抜いてはくれているんだけれども、5の真も何パーセントか追う人もいるだろうから、1番3を占って、白が出た場合、まあ、村の目線で白白になるだろうというところで、みんなの目線をすっきりさせたくて、8番3占いをしました。5番さんが6番さんに黒を出しており、で、どこが相方だと思うって言っているが、今日の4番さんの発言、さ、8番さん聞いてました。占い結果も 見えていない、何もない状況で理由もなく9しか行かないよって言っているんですよ。その理由は何ですか？もうわけがわからない。ただ、その役が出ていない中で5が6に黒を打てたことって、5番が狂人で、まあ、破綻しても何してもいい人物なのか、もしくは5老軸の場合、相方に黒を出して、誤爆がないことを、して真を上げようとした可能性もあるが、ただ村がほぼほぼ9を真で追っているような発言の中、5の真が下がっている中で相方の黒囲いっておそらく弱いと思っているから、本戦は5、4、ただ5、6も捨てきれないっていうところですかね。
1番さんに関しては多分三郎軸での考察をしていたが、3番さんの2周目の発言も聞いて、まあ、最初 の, あの俺 の, あの対抗の打ち明けに関してはやっぱり3強5郎かなと思ったんで2番さん除外しました。そんな感じ。1番のプレイヤーが発言します。俺はね三郎だと思ってんだよね。あのその理由はね、5番さんってもう飛躍すかしてんのよ。あのなぜ飛躍すかすかっていうと、占い進路になった時飛躍すかしとかないと噛まれるから。だから俺5はローじゃなくて強だと思ってんだよね。ってなると3がローだから9の進路爆上がりで、2番さんが4を怪しんでたのよ。だから神考察でするんなら俺は4がローだと思ってるから、7番さんの考察が一番自分と近いかな。ただ6番さんが1を怪しんでんだけど、6番さんって2怪しんでたよね。だから6番が狼なら2噛まないって自分自身で言ってたけど、俺も2サイクロで追ってたのに6番さんが1を怪しむ視点がおかしいから、あの56のもしかしたら黒囲いもある5枠もあると思うんで、5釣った後に6釣って9は決め打とうかなと思ってるから、5釣った後ももう9番さん6は占いしなくていいからね、明日釣るから。だから9はあの4か1を占ってそれで判断できるから、もう明日は6釣るね。あの9新決め打ちで、6番さんも9新決め打ちなら釣り飲めるよね。俺5枠も十分あると思う。ただ4番さんも怪しいんで、まあ9は4占いがいいんじゃないかなと言っとくね。今日5番さん行きます。俺9は釣る気はない。全プレイヤーの発言が終了しました。俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。村勝てると思ってるんですけど、6番さんって出現してて僕スマラなんだけどって、それねね、ハンターとか騎士だったら絶対言っちゃいけないんですよ。はい。ね、それを分かっとき、偽っていうのを分かっときながら潜伏するんですよ。それがこの村の強い部分なんですよ。だから潜伏の、ね、騎士とかハンターが強いんですよ。はい、分かります。今日7番さん8番さんどちらか噛まれますよ。はい。で9番さんはね、ハンターとか騎士とかどこにいるか分かんないんで、9番さんは1か4に白しか打てないですよ。はい。ね、これはね、怖いから絶対黒打てないんですよ。はい、意味ないですよ。どうせ噛まれちゃうんで。ああ、まあいいでしょう。どうせ7、8噛まれるから。はい、絶対6番さん言ってくださいね。3、6です。はい、キューバさんがローでわざわざ囲い起きてるので出てくるわけがないと思って、急遽で見ています。はい、3、6です。村さん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。4ハンターなら強いね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。4黒、はいはいはい、なるほどね。7番突っ込んでちゃったごめんなさい。はい、今日は9で、あ、でも1番さん9積んないって言ってたか。なんか怖いんだよね、1番さんが。なんか、あの、まあ、発言順的にずっと広範囲だから、みんなの臨場みたいになっちゃうのはわかるんだけど、なんか、僕から見て右側の話を、なんか1番さんがささーっと、なんかスラスラ言ってるから、なんか流れに身を任せてるのかな深追いしちゃうんだよね。まあ3の新規でいいのかなってなると4か6でしょ。あ、で1番3白でいいのか。そうなると、いやいや、ちょっと8のまあいっか、もうもう一回1番3白でいいや。はい、1番39積んないってことは6番釣るってこと？あ、違う、4番釣るってことか。4釣って終わんなかったら6ってことか。でね、1、9狼で3釣る必要ない。9番
のプレイヤーが発言します。はい、めちゃくちゃ悩みました。めちゃくちゃ悩みました。4番さんが5番さん黒の場合、4番さんが相方で、あんな感じで、占い結果も何も見てないけど9釣りますっていう発言が出るかなって思ったんですよね。で、1番さんに関しては、9は釣らないよ、6行くよって、言っている場合、まあ、1番さんがじゃあ例えばそこで終わらなかった、じゃあ9を的に回して最終位置で戦うラストウルフっていう構図も見えなくもなかったから、正直めっちゃ悩みました、占い師に関しては、まあ、ただもう4、僕が考えたのは五郎軸で4相方はないかな、だから三郎軸だった場合の3、4っていうのもあるから、じゃあもう4を占っとこうと思って4を占ったら黒でした。はい、もう4つって終わりましょう。はい、3、5、どっちがロー強だったかは分かりませんけど、4番さんがラストウルフです。はい、今日4をつって終わりです。まあ、みんなが新郎ローとか、そういう怖いのが怖いとか思ってるんであれば、まあ、最悪飲みますよ。最悪飲みますけど、はい、今ここまでちゃんと僕の真意を見抜いてくれていて、最後に怖いからっていう論だけでいくんであれば、もう4番さんつって終わりましょう。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。ごめんね、今日9番さんつる、なんで9番さんつるかっていうと、8番さんが黒いから。8番さんちょっと初日の護衛先書いて。8番さん初日どこ護衛すら、いやもう出た9行くよ。ちょっと8が黒い、噛まれてないのがおかしいわ。どっちだろうな。まあけど7は4怪しんでたから多分4だとは思うけど、ちょっと8番さん騎士で出た理由聞きたいかな。いや、6も怪しいけどね、6番さん目線って、6が狼なら2位噛まないと言ってるけど、俺も2位怪しんでたからね、一番。なんで俺が怪しくなるんやろ。ちょっと8が怪しんで9行くよ。4番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、すみません、偽物なんだけど。これ、うん。そうなってくると、一番さん9位行かないってずっと言ってたら9位。9位1あるんじゃないか。ちょ、思いますけど。今日9ずれね。これ黒っていう人ついてるんで、その証明する術はないけど、一番おかしすぎだろ。一番さんがおかしいから。あんだけ9位行かない、9位行かないって今日8位か。一番さん騎士すら。9位行きます。9位行ってください。村目線も9位行けるよね。よろしく。6番のプレイヤーが発言します。はい、今日9番行きます。あ、ちなみに4番さん、多分僕、4人狼だと思ってるんですけど、9位じゃないっすよ。9番マックス強なんで、それだけ把握お願いします、4番さん。9強1狼はあっても、9一狼はないっすね、何があっても。はい。まあ、ハンターがまだ噛まれてないから、まあ、何があるか分かんないんで、まあ、安定進行は取るべきだと思いますよ。はい、逆に今日決め打ちをしようとしてる人が怪しいと思ってるんですけど、まあ、1番でもちゃんと9いけるって言ってるから、はい、もう俺でも4番だと思うけどね、さすがにね。あ、1番さ、なんか何言ってたっけ、2番が6番、2番、1番は2番のこと怪しい。だから僕言ってるじゃないですか、本戦は5、4、ローローだけど、まあ、5、1も捨てがたいよねって。なんでかって言うと、1番さんは言ってるじゃないですか。初日に、6番のこと怪しいって言ってたけど、2周目はなんか6番はちゃんとなんか、6番は5釣りをしてるから良かったみたいなこと言ってたから、手のひら返しすごくねって言ってるんですよね。はい。だからそれもあるから、まあ、5、1も捨てがたいよねって言ってるだけなんで、はい。まあ、5、4だと思いますけど、正味。まあでも何があるか分かんないんで、4がマジで村の可能性で、9強もあるんで、全然ね。いやでも急遽だったら6黒打つと思うけどね。まあまあまあ、ハンター、まあ僕は、まあいいや。はい。まあそうですね。
まあ、今日は9に行きます。安定進行が強いと思うんで。はい。まあ、読んだろうとは思います。全プレイヤーの発言が終了しました。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。バッチハンターで騎士使用したんかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。まあ、一番さんに言っておくと、僕は白先の人の言動まで保証はっていうか、あの、なんだろう、コントロールはできないので、八番さんが怪しいって言われても、まあ、それは僕のせいではありません。逆に言うと、6、8の2人に言うんだけど、1番3が、多分じゃあ1番3目線は3がローだから、5、9が新、強になるわけでしょ。で、9、9の白先の8が怪しいってなった場合って、でも5が新だから6黒になるから、じゃあ1番3視点で6に行けばよかったじゃないってなるだけの話なので、なんかいろいろ破綻してんな、みんなと思いながら。はい、あの、なんかしゃあねえなって思いました。はい、まあ、4番さんが黒なので最終判断をみんなが間違えなければ間違いなく勝ちなので、はい、そこだけしっかりとこれまでの発言行動、そういったものをすべて総合して、ちゃんと Q のシーンを何だろう、変な要素で勘違いして、あの、違うところがシーンだったんじゃないかっていう思考が負けにつながるので、あの、そこをもう一度しっかりといろいろと思い出して、ちゃんと Q のシーンだったんだっていうのを確認して4投票してもらえばちゃんと勝ちで終わります。はい、それだけです。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、多分4狼だと思うけど。これどこかもんやろ。なんで蜂噛まれてねえ、あれ。蜂噛まれてねえのが違和感なんやけど。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、4番のプレイヤーが発言します。うん。そうね、俺目線は。5番シーンだと思ってるから、6行けばいいんかな。1か6なんだよな。あ、でもそっか。9に設定分かってて、3のシーンも切ってるから、5シーンだと。6でいいと思います、普通に。6で村人 J の勝ちです。どう考えても9が2設定のは俺には分かってる事実だから、で、あの発言聞いて5番3シーンに見てるって俺はちゃんと述べたから、6番です。それしか選択がないですね。一番さんも9を釣らないって言ってたのはなんでってずっと思ってたけど、誰かが9と言っちゃったら危ないよって。っていうか、普通に6、5が死んでるけど、よくよく考えたら、あれ、5は6黒出してるからね。もう俺も3、6だと思ってる、普通に。6で。6番のプレイヤーが発言します。いや、4番村だったらだいぶやばいなと思うんですけど、この新要素なんてないと思うんですけどね。だって5番さんって言ってたじゃないですか、初日の最初の発言で、あ、何でしたっけ、最強の村人ですって言ってたんですよ。はい、そんな人が占いなわけないじゃないですか。はい、5の偽っていうのは村目線でも絶対わかることであって、僕が人類になるのは5、6ローロの時だけですよ。はい、言ってること分かります。黒囲いしかありえないんですよ。で、9番が4黒打ってるってことは黒囲いありえないんですよね。はい。まあ、4でしょ。だってこれ俺が8、1の発言を聞いて、1の方が怪しいなとか、8の方が怪しい。9強の時って8、1両方あるんで、よくよく考えて。でも8はないと思うんですけどね、さすがに。だって8番があそこで人狼だったら、騎士すらしないんで、はい、乗っ取れてるんだったら、そのまま乗っ取ると思ってるから。読んでしょうねって思いますけど、はい、まあ、逆にもうなんか4番さんのロック解けなさそうなんで、村だった時ね、まあ僕はもう4に行くしかないんじゃないかなって思います。
まあ、1番さんにアンサーすると何でしたっけ、あもう忘れたな、まあ、さっき言ったのが全てですね。1番はなんか最初初日俺のこと釣りをしてたのに初週ね、2週目はなんか手のひら返し、こう3回目なんですけど言うのすごいなと思ったから一番怪しいなと思ったんですよ、はい。まあ、でもよくよく考えたらまあ4じゃないですか普通に、はい、4に行きます。8番のプレイヤーが発言します。じゃあまず説明から入るか、2番で騎士が落ちてる可能性があるから、俺が騎士使用してそのまま抜かれれば、あのまあ全視点で騎士が落ちてるって、多分俺守りって 100% してないと思うんで分かんないよ、何かの間違いで俺が守られてる可能性もあるけど、俺守りって 100% してないと思うから、絶対他守った方がいいと思ってるからね。優秀な人材はたくさんいると思うからそうだから俺がそのままストレートに抜かれた時って、俺視点では2番騎士だし、村視点でもまあ8番がアーマーだったのか、それとも2番8番が騎士だったん8番がアーマーで2番が騎士だったのか、もしくは8番が騎士だったのかみたいな話で落ち着いて、その後も本当になくなるからと思ったんだけど、まあ、まさかのね7番さんが変われるっていうまあ何の意味もなかったけどね。まあ3番新切り進行してるから、多分みんなねしてると思うから、7、8ってそうだったら盤面上白角だから別にいいかなと思ってやりました。うん、そうな、5番が6番に言ってた、なんだっけ、その、あそうそう、役が全潜伏してる中で占い以外のね、6番がスムラスかす意味がないっていうのもそうだし、4番視点で91ローって絶対ないから、もう気になったかな。うん、まあ、ぶっちゃけわからんぶっちゃけわからん。1番のプレイヤーが発言します。正直8が噛まれてないのもおかしいんだけど、まず占い審議すると明らかにやっぱ9番さんの信用が高いの。7番さん白いってフラグも打ってるし、白もらって出てるから9の新芽が高いなら4黒なんだよね。で、あと紙考察すると2番さんが2周目で4を一番怪しんでた、7番も4を怪しんでたから、もう紙考察でするとやっぱ4が総合的に黒い、からやっぱ4かなとは思うんだよね。ただなぜ8が噛まれないかがちょっと気になるんよな。まあちょっと総合的に判断するとやっぱ4かな、紙考察すると。ちょっと3と5の審議はちょっとわかんないけど、やっぱ9の新芽が高いのと、やっぱ2と7噛まれたらやっぱ4が一番有利だもんね。うん、自分は4番さん行きます。全プレイヤーの私が悪人ですって、もう怒りますよ。4ハンターかな。投票が終了しました。読んで終わってくれ。追放されるプレイヤーは4番。ああ、4ハンターや。じゃあ6だ。6だ。追放されたプレイヤーの役職は、カリウド、ゲーム終了、6番、村人10番。ナイス！やったねー、これ。組みすぎだよ、マジで。なんで？いや、5進切って4とかやっべえから、マジで。4ハンターと思った、普通に。よかった、シングルないし、守って、初日。はい、最強の村人、5番です。今日絶対1釣り、みんなで狼しようよ。1が村だった時はみんなで3も5も6も全員狼しよう。いい？1番でいいんですか？多分村ですよいいですか？ん？何してんのこれ。釣りなしは1がずっと追いしてるよまあいいや。
村はまだチャンスがある。